ラシャベカウリは、ジョージア出身の柔道選手。階級は9 0ラム級。2017年のヨーロッパカででは、個人戦7 3ラム級と団体戦で優勝した。世界カででは、決勝で中橋大輝を破って優勝した。その後階級を9 0ラム級まで上げると、 2018年の世界ジュニアでは準々決勝でゾウヤマガホに反則勝ちするなどして決勝まで進むと村尾三四郎をこそとがりで破って優勝を飾った。世界ジュニア団体戦準決勝の日本戦では自らが出場する前にチームが破れると3位決定戦のロシア戦では1本勝ちするもチームは破れて5位にとどまった。 2019年のユニバーシアードでは2位だった。ヨーロッパジュニアで優勝すると、世界ジュニアでも準決勝で昨年に続いて、マスヤマを破るなど、オール一本勝ちで2連覇を果たした。団体戦では準決勝のロシア戦で、マンスール・ロルサノフに、技ありで破れると、代表戦でもロルサノフに、技ありで破れて3位だった。ワールドマスターズでは準々決勝で村王。 技ありで破るなどして決勝まで進むと、元世界チャンピオンであるスペインのニコロス・シェラザギ・ディシビリを破って優勝した。2021年のワールドマスターズでは3位だったが、ヨーロッパ選手権では決勝で同僚のベカグビニア・シビリを破って優勝した。7月に日本武道館で開催された東京オリンピックでは準決勝でロシアのミハイル・イゴルニコフを技ありで破ると、 決勝ではドイツのエドアルト・トリッペルを技ありで破って20歳にしてオリンピック初優勝を飾った。アイフ世界ランキングは4342ポイント獲得で2位。ありがとうございます。